それでは3種目目、綱引きを行います。位置について、よーい。よし、それそれ、キッキッキャ、楽勝だろ、弟。パワーが負けないぞ。フォーメーションへ。なんでこれ、絶対引っ張れねえぞ。フォーメーション Z。 引け、白組、こんなに負けるようなような力じゃ優勝できねえぞ。お母様の乱入は禁止です。いいでしょう、人数は変わらないし、息子のピンチを救うのが母親なんだから。このままじゃ負ける。それが許されるなら私も参加するわ。綱が切れたため引き分け。私の勝ちよ。最後の種目は色別対抗リレー。赤組ヒータ、ユウト、ヤネスケ、白組マッツ、アツタ、ケイタ。そして赤組と白組の点数は同点。つまりこのリレーで勝った組が優勝だ。負けないぞ。見るからにとろそうじゃねえか。楽勝楽勝。位置についてよーい。おっせき、これは余裕だな。なんだよ。エンコ、簡単には行かせないぞ。行け、キータ。キータ、うんこ野郎、この手を絶対離さないぞ。目が言えた。サンキュー。お兄ちゃん頑張って。弟よ、後を頼んだ。だいぶ差がついてるし、これなら勝てる。私の息子に何してくるんだよ。ママ、ありがとう。純子さん、ラブ&ピースで行くんじゃなかったですか。人類の子供、みんな可愛いね。これ、私、ほっとけないよ。俺たちの間に安っちい感動ドラマはいらねえよな。当たり前だろ、あくまで勝ちにこだわれ。スピードじゃ俺にはかなわねえよな。くらえ。おお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 ヤネスケ。仲間の応援があれば、ヤネスケ、俺は走れる。ヤネスケ、負けたらゲーム一生禁止だからな。望むところだぜ。ゴール。勝敗が分かりづらいのでビデオ判定に移ります。ヤネスケ、お前意外にやるじゃねえか。ケイタもな、どっちが勝っても恨みっこなしだ。結果が出ました。こちらをご覧ください。
判定するのが難しいため両者引き分け。スポーツに勝敗は必要ない。楽しむ心があればそれだけでいいです。いい加減にしろ。こんなの楽しくない。もうフォートナイトやりたくないよ。あんたは世界大会で優勝するのよ。甘いな。じゃあその世界大会で優勝したらやめさせてよ。いいわよ、やってみなさい。こうして俺は世界大会で優勝するために本気でフォートナイトに向き合うようになったのだった。よし。ジュリちゃん、てめえこんやろ。今日はいよいよ世界大会決勝よ。頑張ってね。ああ。ラブ SS 出てくる。ラブ SS 出てくる。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 ラブ。ラブ SS 出てくる。出てくる。出てくる。ああ。約束と違うじゃん。これだけできるんだからもったいないでしょ。さあ次の大会のために練習を。いい加減にしろよ。何よあんた、逆らう気。そしたらお母さんでゲームの練習でもしよっかな。WXZZWXZZZ なんなのこの子、ゲームのやりすぎでとんでもない握力だわ。昨日はごめんなさいね。お母さん、俺もうゲームしたくない。友達と外で遊びたいし楽しく勉強もしたい。そうよね、ゲームなんかやめて普通の生活をしっかりしましょう。うん。はい、今日はですね、文章題についてやっていきたいと思います。今までのどれどれ。いけやらせよ。授業よりも大切なことがあるな。まあこの防線部だな。誰か遊べる人いないかな。もしもし、聞いた、今日遊べる？今さ、新しくできた弟と一緒に遊んでんだよね。ちょっと、うん、やめてよ。もしもし、ウドジュン、今日遊べる？もしもし、今日妹とアフタヌーンティーに来てるからごめんね。もしもし、ユウト、今日遊べる？もしもし、今弟と遊んでるからまた今度ね。はぁ、もしも兄弟がいたらもっといっぱい遊べるのにな。お母さん、俺兄弟が欲しい。何を今さら、愛がないと子供はできないのよ。なんだ、見せかけのポッコリお腹かよ。何して。俺の願いなんて絶対叶えてくんないんだから、ほんと嫌い。
いやあの子、一緒に遊ぶ相手がいなくて寂しいのね。あ、ここは金助さんの研究所。金助くん、今日も遺伝子組み換えの実験会。妻のサプライズで2人目の子供を産んであげようと思ってね。遺伝子組み換えを試してるんだ。また失敗だ。もし天才遺伝子があったら僕に分けてくれないか。君は一体何に見つかろうとしてるんだ。何、簡単な話さ。なんだそれは。分かることじゃないよ。分からない、そんなの。考えたんだけど、子育ては経済的にも肉体的にも一人が限界かも。そうだよね。まあ、もしも二人目が欲しくなったらこの。まあ、何よ、熱いわね。あ、毒味のクッキー、おいしい。この罠をかいくぐり、ここにたどり着ける人間は人類でたった一人しかいない。ママ、会いたかったよ。私も会いたかったわ。私の名前は金子。金子ちゃん、私のこと恨んでない？恨んでなんかないよ。ずっと会えるのを楽しみにしてたんだから。なんていい子だよ。おい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 、私今日でこの仕事辞めるね。カネコ様、これは送りの仕事ですよ。ママ行こう。行きましょう。ちょっとカネコ。ということで、今日からヤネちゃんの妹になるカネコちゃんでーす。妹ってどこから連れてきたの？ちっちゃいことはいずれなんつえわかちょわかちょ。お兄ちゃん、これからよろしくね。よろしく、パパだよ。それじゃあ一緒にゲームしようか。ここはわざと負けて、金子に喜んでもらおう。あ、引けちゃった。頼む、倒れないでくれ。すごいぞ金子、さすがにお兄ちゃんの負け。
カラスがのすけ。こんなに泣き虫なのか。ヤネちゃん、私が鬼ごっこの相手をしてあげるわ。今日は特別な日なので、いつもより頑張って作ったわよ。いただきます。ごちそうさま。ママの手料理おいしい。ほんと？赤字さまヤネちゃんとは違って、カネコちゃんは舌が肥えてるわね。嘘だろ、こんなまずい料理も。ヤネちゃん、ちゃんと残さず食べなさいよ。うん、なんかさっきよりも増えてない？ごちそうさま。もうヤネスケの家で遊べないしな。公園で遊ぶしかないか。もう一回だけ行ってみる。いいね。ただいま。あ、何してんのあんたたち。いい加減にしやがれ。もうヤネスケの家は諦めるか。ああ、公園で遊ぶしかないか。いや、まだ勝機はあるぞ。え？ただいま。お帰り。今日もあいつら入りさせないわよ。大丈夫だよ、来てないから。玄関にはね。みたいだ。さあ次は誰かしら。あんたたち何言えませんだよ。門町よ。門町の門町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。
怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。どういうことだ。お母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間に、またただ飯を食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。塗られても私はまだまだ戦えるわ。あんたたち、人の家を使うときはマナーが大切なのよ。はい、ごめんなさい。ま、分かってくれたらいいの。マナーを守ってくれたらまた遊びに来てもいいわ。え、いいの？いいわよ。みんなちゃんと遊んでるかしら。みたいなワイナーハッテマニーマニー息子で一儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテ。